愛した昭和新山に観測器具を構えるようにして像が建立されている三松正夫記念館三松正夫7月9日から1977年12月8日は昭和新山の成長を記録したアマチュア火山研究家郵便局長北海道伊達町に生まれる北海中学を中退後薄群総別町の総別郵便局に勤め郵便局長になる 1910年の薄山噴火により、8月1日以降、山陸に川火山となる明治新山に隆起したことから43山と命名されたが誕生する。群発地震が多発し、住民に避難が指示されたが、当時は、送別郵便局の局長代理を務めていた未末には、通信確保のため退避の許可がおりず、地面に畳を敷いて、徹夜で勤務していた。当時、 強調などと騒がれていた、ハレー彗星が地球に接近していたが、彼は空に大きく彗星を眺め、やはりこの彗星は不吉なのだと思ったという。11月上旬、現地調査に訪れた、火山学者、大森房吉ち、今村あき田中立秀蔵らの案内役を務め火山学への造形を深めた。1917年6月、杉山春樹、安西和吉、 そして、送別郵便局長であった、未末の三人が、鉱山見学の帰り、西丸山山麓の東屋湖畔で熱い湯が湧く現場を発見する。地面を掘り下げて湯をため、温度を測ったところ43度を記録。温泉として立派になり立つことを確認し、道庁に発見者三人の名義で温泉利用の出願を提出する。同年秋には、温泉旅館、 流古館が建設された。これが現在に続く温泉の回帰である。1943年12月末の夕刊地震を契機に、うっさんの麦畑から突如として溶岩ドームが流起し始めた。翌年初頭から翌々年まで続いた、この山が生まれるプロセスを、未末は私的に定点観測を続ける。その手法は、地震の回数をさらに置いた豆で記録。 第ア顎をのせ試点を固定し、水平に張った糸で、日々の形状の変化を計測するという独創的な、ハンドトレスの手法で作成された。この図は後に、未末ダイアグラムと命名され、世界でも貴重な火山活動の記録となった。その後、後輩から守るために1946年に、資材を投じて、土地ごと購入し天然記念物への申請などの保護に、努めた。 土地ごと買い取りの理由を本人は著書で異様が採取できるということでの採掘を阻止するためと記したほか娘婿で三松正夫記念館館長の三松三郎の著書では新山への愛着で所有したかったからとされている別の記事では三松はこの世界的に貴重な火山の保護と家や農場を失った住民の生活の支援のために山になってしまった土地を買い取ったとされている ともあれ、昭和新山は現在、三松家の私有地であり、ニュージーランドのホワイト島等と同じく世界でも珍しい私有地にある火山となっている。1951年国の天然記念物に指定され、1957年には特別天然記念物に指定された。1948年に昭和新山の成長過程を記録したスケッチをもとに作成した。 新山流築がオスロで開かれた万国火山会議において専門家から高く評価され未末ダイアグラムと名付けられた。1949年第1回北海道文化賞受賞。1977年生涯3度目となるうッさん噴火を目の当たりにしながら89年の生涯を終える。1988年4月昭和新山の山陸に 未松正夫記念館が開館して未松による観測記録、未松ダイアグラムを含む資料類が展示されているほか、1993年12月に噴火50周年を記念して銅像が建てられた。ありがとうございます。